回のダグアウトはプロ野球開幕直前予想スペシャル。芸能界きっての野球好きが今年の順位個人タイトルを大予想。ドラフト1位で3球団競合して結果残せる選手だと思うんですよね。俺俊平太の方が全然もう15ぐらいいくん違う。いやグイグイいきますね。それはもう1位野球おじさんやから一般ファンやからね。球春到来ダグアウトプレイボール。今回はですね、はいはい、プロ野球開幕直前大予想スペシャルということで。いやちょっとまださ、これタイトルなんでもちろんバーって言ってもらわないと。コンビ、このコンビ、ちょっとこういう感じのコンビなんで、はい、これで本気で MC やろうとしますから。いやいやマジで狙ってますから。いやこれ狙ってますから。はいはい、すいません。お願いします。今回はプロ野球開幕前大予想スペシャル。いやー前回一本取って、そうそう、なんか答えようとしてるんだみたいな。ちょっと色気出てんすよ。出てんねん、ほんまに。マジで狙わんで大丈夫。わかりました、わかりました。じゃあゲストを紹介していきます。はいはい、オリックス大好き芸人、はいはい、増田岡田の岡田さんです。お願いします。どうも、お願いします。そして、はい、カープ大好き芸人、はい、アンガールズの山根さんです。はい、よろしくお願いします。普段は進行役ですが今日は野球愛を存分に発揮していただきます。上田麻理恵さんです。はい、野球と結婚して野球麻理恵になりたいです。はい、よろしくお願いします。そして進行は、はい、この真中と五十嵐。いや言わんでええよもう。そして進行はいらんねん。お母さんもうこっち完全素人だ。カンペ通り行くんですよ。カンペ通りしかもう行けないんですよマジで。年次は全然してない。監督やね。だって年度は9違うんですよ。普通野球界で9違うっていうとまあまああるじゃないですか。もうそりゃそうや。もうそれはもうねほぼ同級生ですまあそうですね、もう引退したからもうどうでもよくなる。そうですねって。まず今年の主な移籍がこちら。セリーグでは広島の主軸西川選手がオリックスへ、 DeNA のエース今永投手はメジャー、巨人のベテラン中田選手、中島選手は共に中日へ。そしてパリーグはオリックスの大エース山本投手がメジャーへ。ソフトバンクは投手陣の移籍が目立ちましたが西武から山川選手を獲得。オリックスさん特に大変じゃないですか。あ、やばい。特にまあ当然まあ移籍に関しては、うん、メジャーに行き、うん、そして日本ハムにも行き、うん、ただ逆にこの広島からいただきという、カープ西川ねいなくなったのちょっと痛いですよね。主軸ですからね。まあ痛すぎますけど、うん、でもまあ誰が抜けても、はい、まあカープの場合鈴木誠也が抜けてもみんなでこう穴を埋めてっていう感じだから、新しい選手はどんどん出てきますね。だからその枠を俺が取ってやるんだっていうチームの今の気持ちはいいと思いますけど ね。去年後半の勢いすごかったですもんねカープ。ーそうですね。僕はまあ抜けた穴は大きいですけど、うん、でも若手の元気の良さ、うん、そう考えるとチャンスが広がって、まあ、勢いはつきそうですけどね。はい、これがあれですね、岡田オリックスに行ってしまいますから。いやこれ改めて西川選手、俺ちょっとほんまセリーグの野球はほぼ見てないね、はい、交流戦で見るしかない西川選手というのはどういう、まあ、天才打者というのはちらっと触れ込みで聞いてるけど、まあそうですね。でもまあ天才天才って言われるんですけど、どっちかというとみんなが見えないところですごい努力する選手なんですよね。はいはいはい、だからパリーグに行く、まあ、オリックスでやってみたいっていうことを、うん、はいはい、まあ決めてたところから考えるとやっぱりパリーグでもやれるんじゃないかな。そのここ打つっていうところも打てるし、思うんですけど広島って出す一方で全然入ってこないじゃないですか。ファンとしてどうなのかと思うんですよ。いやいや秋山さん、秋山さん入ってきたじゃないですか。入ってきたよ、ね、あそうか、そうそうそう、それ以外他入ってきたっていう人大きいとこいます。ファンはやっぱりオリックスも今まで入ってこない急に入るようになったじゃないですか。はい、そうやね、すごいんですよ、うん、ほんまに急に入るようになるし、昔で言えばドラフト1位の選手が喜び、はい、うん、喜んで入ってきてくれるからやっぱ強くなると変わるよ。そうなんです。一昔前は在京セリーグ在京パリーグの時代が変わったもん。金回りもいいですもんねオリックス。え金回り金やらしいな言い方が。一時期はかけても勝てない時期あったもん。そう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 。でもかけて勝つようになったからね。ファンからすると誰かをこう連れてきたいとかっていうのはそこまでないんですよね、うん、だから自前のチームでその、まあ、2軍からとか
こう育ってきた選手で勝ってほしいから。じゃあそれも勝てなくても仕方ないなって受け入れられるんですか、はい、優勝から離れてても、はい、まあいつか来るぞっていう風な待てる力はある、まあ、だから25年待ってたじゃないですか。確かに、ま、待てるんですよ。待てる。あ、だからカープっていうのがこれ難しいですけど、まあ、優勝してほしいっていう気持ちもすごくあるんですけど、はいはい、カープがあるってことが広島県民のアイデンティティだから。あ、違うな、やっぱ考えは。これ市民球場や。マジですか。やっぱりそこや。選手調子に乗って強くならないと思いますよ。大丈夫ですか。最低。そんなやつ。でも選手も広島に育ててもらってるっていう気持ちがすごく強い。だからダメな時にも応援してくれたりとか、二軍の球場でもみんなこう頑張って応援してるし、街であってもやっぱりこう広島の選手っていうのがすごいスターだから。なんかねちょっとね感覚違うと思います。いや変わった。広島ファンそんなんじゃなかったっすよ昔ね。昔厳しかったよね、ヤジがね。全然っすよ、もうヤジ厳しいし、はい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 、こんなファンばっかりじゃなかったっす。広島弁のなんかヤジが ね、なんかそんな感じや。口が悪かった。仁義なき戦いや。そうそうそう、仁義なき戦いや。カープ女子ぐらいからカープおかしくなってる。おかしになったんじゃない。よくおかしになったよくなよくなってるんですかね。より広いファンが。え、上田さんって どこのファンとかってあるんですか。うん、私本当にないんです。やっぱりあの私キャスターをしたいと思っているので、あの12球団ちゃんとこう公平に見たいっていうのがあって、どこかやっぱ愛を持ってしまうとちょっと伝えるのが難しくなっちゃうなと思っちゃうので。でも好きな球団って出てきちゃいません。誰も好きにならないって、恋愛しないって思ってても、恋愛しちゃうじゃないですか、人ってね。そりゃそうや。またあの昔初恋の人はいますよ。初恋の人、初恋はどこなんですか。ダイエーホークス。おお、はい、ダイエーね、はい、地元とか。いえ、鳥取県出身なんですけど。ダイエーの、はい、なんでダイエーだったの。まあ、きっかけは和田剛選手です。ああ、あの島根県ご出身なんですね。で、山陰ってテレビ局が一緒なので、いろいろその和田さんがまあプロに入られるってなった時に、そうそうなんですよ、やっぱりテレビで取り上げられてるのを見て、こんな選手の方がいるんだっていうところで、私も左利きなんで勝手に親近感を覚えて、でそれでそこから、そうですね、あの気がつけば月刊ホークスをあの毎月あのまあ3日に発売だったんですけど、鳥取では。それを学校終わりに自転車があって漕いで買いに行って、1ヶ月通学のカバンの中に月刊ホークス入れて、それをずっと電車の中や休憩時間も読んでるような高校生でした。ちょっと今ちらっとマリエの方からね、和田さんの名前出たけど、あれはどうなんの。いやでもやっぱりね、いや行きましたね。いや行くよこれね。いいですね。それ気になるもん。まあでもバタバタゴタゴタみたいな。プロジェクトからは外れたはずですよ。あ、プロテクトからは外れてたんじゃないかな。でも西武よく考えてください、はい、左でいいピッチャー先発めちゃくちゃいるんですよ。いますよ、うん、だから外してもいらないってわけじゃないと思うんですよ、はいはい、いらないんじゃなくて、西武左ピッチャーいるし、うん、ここで和田を入れても、うん、まあ、年齢であったり年俸も含めて、うん、取らないだろうっていう読みだったんです。ソフトバンクの読みは。ところが渡辺さん、なめるなよと。あら、そんないい選手がいたらそんなの関係なく、うちにとってはプラスの選手だし、うん、まあ去年に言ったらもう有原の次に勝ってるピッチャーだから、はいはい、ね、2番手ぐらいだもんね。今年もローテーションに入るピッチャーそりゃいただきますよってなりますよね。だ、どっちが悪いかってどっちも悪くないんですよ、まあ、結果的に、まあ、ソフトバンクの読みは間違ったと思います。あ、なるほど。なので何がいけないかって言ったら、僕はもう FA の時の人的保障、これがいらないもん。あ、もうルールの話になる。でも今回で言うと一番悪いのは漏れたことが悪いんですよ。例えばそのプロジェクト入ってる入ってないとかもうどうでもよくて、その移籍が、まあ、和田の名前が先に上がったりとか、うんうん、それによって海野に変わったとか、はいはい、それがもう漏れちゃダメです、そもそも。あ、ね、メディアに、メディアダメです、一般に。あれはもう本当に僕ら墓場まで持っていく情報なんで、あ、それをやっぱり西武球団もソフトバンク、まあ、誰が話したかは分からないですけども、はいはいはい、あれが漏れたらダメなんですよ。あ、やっぱり監督やってらっしゃる時にもそうですよね。絶対漏れないです。はか、誰かが話してしまったってとこにまず欠点があって、でもそれがなかったら別に最終的に甲斐野が移籍しただけでこの話は終わってるんですよ。確かにね、はい、ただでも人的これからも欲しい選手が取れなかったってなったらやっぱそうなっちゃいますよ。でも、もう漏らしちゃいけないにしても、いや漏らしちゃダメよ、これはもうこのルールはなくした方がええとって僕はちょっと思いますけど、どうですか皆さん。いや僕はあってほしいです。あ、うん、俺も人的保障はあってほしいですよ。だってカープ取られてばっかりですもんね。人がこう抜けていってで補強というか、やっぱりこうチームとしてはまあ若手を取る場合もあるし、うん、長野さんみたいな そのチームをまとめたみたいなこともあるし、
一岡くんみたいなこともあるし、ね、はいはいはい、赤松選手が全部こう、まあね、人的保障で入った選手が活躍してくれてるんですよね、まあ、取られる側はやっぱそうなるんですよ。でもチャンスにもなるじゃないですか、うん、はいはい、その選手の、うん、まあでもそのなんて言うんだろう、 FA で取ったのに出さなきゃいけないっていうこのリスクっていうところがまあ辛いなのかところなのかなと思うんですよ、まあ、取る側にもあるしかないんですよやっぱりまあ、ね、頑張って、まあ、出ていかれるから。そうでもさ今の話聞いてたら、うん、相当カープ FA で取られてるよね。取られてる保証の選手の数が多すぎる多い、ね、広島ファン慣れてるよね取られること。新しい選手が来てくれるんだっていうことで気持ちは切り替えてるんですよ、ね、広島からしたらそうなるのか。広島強いのね、難しいところですね。ただ人的保証で言ったってこの間糸井と話したんですよ。糸井はその人的保証がある時にオリックスって言うんですよ。オリックスですよ。でオリックスの選手が、その時阪神かな、はいはい、入れ替わりで人的保障があったんですよ、はいはいはい、だから糸井は別に悪くないのにその人的保障の選手になんかちょっとやっぱ申し訳ない気持ちを伝えたって言うんですよ。だから行く側は FA で自分で望んで行ってるものの、はいはい、やっぱその選手は好きで ね、 その保証でね、それ行く選手にはやっぱちょっと申し訳ないって、申し訳ないっていうのも申し訳ないけど、ね、でもまあ人間的に思うわな自分のためにこれね。そうだから結局選手も苦しいんですよ。あ選手が苦しいんだったらやんなくてもいいんじゃないのかなっていうふうに僕は思っちゃうんですよね。難しいとこやこれは本当に。でもまあプロ野球にはつきもんやからね、はい、トレードとか、うん、 ね、それは、まあ、でもここはちょっといろいろ課題も残したよね今回のね問題をね。ここまで、ね、はい、あの移籍情報見てきましたけども、はい、それも踏まえて、はい、今シーズンの順位予想をもうやっちゃうんですか、していただきたいと思います。難しいですねこのタイミングで順位情報も、ね、まずはねセリーグの順位予想ですけども、はい、これはあのカープのね、はい、山根さんに、はい、やってもらいましょう、そして、はい、野球大好き上田さんにもちょっと予想してもらおうかと思うんですけども、はいはいはい、あの私順位予想ってしたことがなくて。そうだよね、そうなんです、平等に見るって言って順位予想しちゃったら平等じゃないってなるもん ね、まあ、私はほら野球好きが集まる居酒屋好きじゃないですか。はいはい、好きね、はい、なんかそこで会ったおじさんたちと一緒に考えました、うん、あらら保険かけたね。違う皆さんプロ野球 OB でも保険かけてる OB 多いやろ。いっぱいありますめちゃめちゃ多い。確かに手かけた手かけた保険というか守りにだいぶ入る、ね、そうそうそう、いろいろ他に仕事もありますんで、まあ、それでもやっぱダメな時言われますかね。ダメです、ね、言われてしまいますから。それではね山根さんのね、はい、ちょっと見よう、ちょっとねファンの意向がちょっと入っちゃいますけど、まあまあ、山根さんはもうそうなりますよね。そうですね、まあ1位広島2位阪神まで3位に一気に中日、やっぱり中田選手中田翔選手入って、はいはい、打点がまあビシエド選手並みに稼げれば、うん、ピッチャーもやっぱ若手もいいし、これはこれぐらいいってもおかしくないんじゃないかなと思うんですよね。投手力ドラゴンズいいですからね。すごくいいですよね。ちなみに僕は去年ドラゴンズは2位予想したんですよ。ピッチャーがいいからありえますよね。ありえますよ ね、 で中田選手はね、まあ、中田がキーになることは間違いないでしょう ね、 そうですね。さっき広島の1位のなんか絶対的理由みたい な、 なんかちょっと、うん、でも栗林投手 の、 最初のこけ方とかがなかったらもうちょっと良かったんです。最初のスタートダッシュでちょっとつまずいたっていうのもあるんですけど、去年それを経験してその栗林投手じゃない時に矢崎投手が出てきたりとか、うん、矢崎良かったですもんね。中継ぎで、まあ、島内くんがあれだけ投げて、うん、まあ、今年そこまで投げられなかったとしても大道くんとか、うん、いいピッチャーがかなり入ってると思うんですよ。広島完全に中継ぎですよ僕思うに、はいはいはい、やっぱりいいもう勝ちに持っていくための中継ぎが安定してたからこそ、うん、今年の順位だと思うんですよ、はい、そう連覇した時派手さないですもんね打つ方とかでね。だから打つ方もそこまでみんな結果がすごい高いわけじゃないですけど、中継ぎがしっかりしてる時にやっぱカープも優勝して連覇してるんですよね。うわ、そうなるとこの形に近い、この形に近いと思います。 DeNA 落ちるのちょっとどうですか、やっぱ先発ですかね。そうですね、バウアー抜けて今永抜けてとかってなって安明がいけるのかなとか、うん、やっぱ投手陣がちょっと不安、あとキャッチャーですよね、うん、キャッチャーもやっぱりこうドシッと構えるキャッチャーがいないから、うん、どうしても点数は取れたとしても競り合いでやっぱ勝ちきれなかったな、これが上積みがそこまでないような気がしますね。まあ中継ぎ抑えかどうかってことですね。ヤクルトの最下位予想はどうですか。ま
ヤクルトもやっぱちょっと上積みがなさすぎてというか、はいはい、外国人をねちょっと取ったぐらいですもんね。あとやっぱ中継ぎで香山が入ったのは大きいと思うんですね。ソフトバンク、そうですね、そこでだからやっぱ先発ピッチャーの弱さがなんかちょっと見えてるのかな。ちょっとなんかちょっと気持ち悪いよね。俺らが予想する側だと思うのに、うん、はい、なんか山根さんにその予想聞くのもなんかちょっと違和感があって。まだありますね。でもね、あります。真中さんないんですか、ヤクルトは。現状ちょっとまだね、まだ考えてるんですけどそんな保険のかけ方ある。それはもう考えてないだけです。まあ、保険とかじゃないです。本当に考えてないです。打ち合わせでさっき話したのにもかかわらずです。そんな先輩ですよ。